キレスクスは、中世代ジュラキ中期バトに、アンのシュベリアに生息していた恐竜。ティラノサウルス浄化の一族に分類される、比較的小型の獣脚類である。ホロタイプ標本は、上顎骨、前上顎骨、上角上骨、及び、四肢の複数の骨を含む化石が発見されている。頭蓋骨は、プロケラトサウルスのものに類似する。海分類については、目下のところ、 アレクサンドル・オー・アェリアノフラ古生物学者3名によって2010年に記載されたアレスタターカス種のみが知られている。俗名、キレスカスは、トカゲを意味する現地語である、ハカス語のと、名詞作成用、ラテン語説比ジャスで構成された、シュ語である。発見された部位は、実践で描かれている部位の中の脳灰色で、塗りつぶされている部分推定された本種と人の大きさ。 比較ホロタイプは、不完全な右の上蛇骨、左の前上蛇骨、左の上角上骨の断片、左第2、中手骨、四骨、左第1、中足骨、第3、中足骨、四骨、足の抹節骨である。左の前上蛇骨には4つの思想が保存され、そのうち2番目の思想では成長途中の破綻が観察される。 ホロタイプ標本である右の上がっ骨では5番目の歯が確認できる。いずれの歯も前縁と後縁に虚子が確認されている。また、断面はティラノサウルス上下に共通の D 字型である。キレスクスが尾骨の突起を持っていたかは不明であるが、頭骨腸の20%以上を占めるほどに外尾光が長く伸びている。前上がっ骨の腹側の縁がごく短い。 全眼科窓の真下に位置する全眼科科がその下の上顎骨よりも上下方向に長いといった数多くの特徴からプロケラトサウルス科に分類可能である。また、外尾孔が40度の角度で後輩側に傾斜しているという特徴も共有する。上顎骨の上昇的突起とつながり、後輩側へ緩やかに傾斜もしている上顎骨の前方の円により、キレスクスは 他のプロケラトサウルス科から区別される。2010年に、ドイツ人古生物学者、オリバー・ラウフットラが、プロケラトサウルス科を、ティラノサウルス、アロサウルス、コンプソグナトゥス、コエルルス、オルニトミームス、ディノニクスよりもプロケラトサウルスに近縁なすべての、獣脚類恐竜として、系統学的に定義したが、形態的な定義付けは行われていなかった。 そこでアベレアのフラは常実した特徴に加えて、尾骨で形成され、尾骨と全上学骨の境界に橋を発する景観を、プロケラトサウルス化の特徴とした。同じく、ジュラキ中期バトに暗にあたる、イタットルイから、ケイツイ、オシイ、チミチユミボーネ、からなる、新標本が発見された。この新標本から以下に示すキレスクスの3つの固有派生形質が、 明らかにされた。また、中央から後方の頸椎に存在する、ほぼ水平の後方中央骨突起の板状構造と、その板状構造の主に配側に位置する関節カート突起の穴が新たにプロケラトサウルス化の共有派生形質と判明した。さらに、同論文では、飛骨の中央表面に存在して、明瞭な円を持つ、楕円形の深い穴は、 キレスクスに見られるティラノサウルス上化の共有派生形質であるとされている。キレスクスの頸骨の諸性皮層に分布する盾及び毛状の血管から大型のティラノサウルス化よりも成長速度は遅かったことが示唆されている。生息図赤丸の地点に生息パンゲア大陸は分裂を始めて久しいがまだまだ超大陸の状態を崩してはいない。いたっとる相は シベリア卓上地と呼ばれるクラトンの上にあって、形成期の後半が続いている。シベリア卓上地の東にはシナ地界があり、狭い海峡を挟んで隣接しているか、あるいは、かろうじて陸続きになっている。南には、遠浅で温暖なテテキス海があり、広大な地中海を形成している。西には、ウラル山脈がそびえているが、大きくは東ヨーロッパクラトンとその先にある北。 アメリカクラトンにまで陸地が続いている。本種が発見されたのは、現在の西シベリア平原に所在するイタット類層の上層部である。西シベリア平原は現世における世界最大の炭化水素盆地である西シベリア石油盆地とその領域において同一と言ってよいが、本種が生息していた当時では、ローラシア大陸の中央部のかなりの部分を占めており、本種を産出した地点は、 当該地域のやや東寄りに位置していた。イタット類層からは、軟骨魚類、甲骨魚類、両生類、カメ、ウロコ竜系類、スキンク類、コリストデラ類、ゴニオフォリスカ、翼竜、恐竜、キノドン類、哺乳系類、そしてオオカハメ等の哺乳類といった、多種多様な脊椎動物が出土している。植生としては、トクサカ、ウスノオシダ類、イチョウ類、 休暇植物などが認められる。なお、キレスクスなど、プロケラトサウルス類は、種として、小動物を捕食していたと考えられているため、共産した中でも小型の生物、例えば、ハラミアメもしくは、新、ハラミアメに分類される、キノドン類のシネレウテルスなどは、キレスクスの餌になっていたかもしれない。ただし、キレスクスの推定前兆は、 代表的なプロケラトサウルス類であるグアンロンよりも大きく、これが獲物の選択に変化を与えた可能性もある。なお、2020年代初期の知見では、原鳥類及び鳥群はまだ地球上に出現して、おらず、基地で最古の例は、約1億6500万年前であるから、時期的には出現前夜といったところである。キレスクスは、2010年と2013年の二度に、 わたって、系統解析に組み込まれ、いずれにおいても、基盤的なティラノサウルス浄化に分類された。プロケラトサウルス化の中でも、基盤的な位置づけとされたため、プロケラトサウルス化が、アジア寄りの地域で誕生した可能性が浮上している。以下に示すクラドグラムは、ローウェンらが2013年に発表したものである。ありがとうございます。